何キロ？え、やばい。え、やばいやばい。どうも、無職です。無職を支える無職の妻です。イケイケファミリーです。さあ、今回はこちらが届きました。なんだろう、こちら、はちみつ紅茶です。はちみつ紅茶。はい、はちみつ紅茶の元です。へえ、美味しそう。飲んだことない。いつもお世話になってるサンマドラさんからお世話になってます。お財布とかお帽子とかね。はい、今回お紅茶です。あ、お紅茶はちみつお紅茶。うん、こんな感じ。いろんなものがあるんですね、サンマドラさんには。あるのよ。サンマドラさんはね、通販の総合商社だから。総合商社、儲かるものは何でも売っていくっていうこのはちみつ紅茶はどんな特徴が？ダイエットにいいらしいのよ。へー。1年前100日ダイエットやりましたね。うん、71キロが57キロになった。14キロ痩せた。マイナス14キロ。きつかった。マイナス14キロ痩せて、まあ、約1年、一度も体重言ってくれないんだけどパッと見元に戻ってるような感じがするんだけど、パッと見ねどんな感じなの？え、全く分かんない。乗ってない。1回も。今回はこちらのはちみつ紅茶を使って1週間置き換えダイエットをしてもらいます。イエーイ。私だけ？私だけ。1週間置き換えってことは、食事の代わりにこれを飲むってこと？うん、3食のうち1食をはちみつ紅茶に置き換えて、それを1週間続けて何キロ痩せるかっていうライトなダイエットだよね。ライトか。美味しく楽にズボラダイエット。飲むだけ。飲むだけ。特別な運動なし。夜になるのかな。夜ご飯を置き換えダイエットやっていきましょう。それでは体重を測りまーす。はーい。よいしょ。しびれた。いたたたたたたた。予想は何キロでしょうか？予想は戻って71キロ。それでは体重計乗っていただきましょう。お願いします。あーあー、え、何キロ？え、やばい。え、やばいやばいダメかもしれない。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、ダメだと思う。やめたくなってきちゃった。どうしよう。元に戻っちゃった？もっと増えてる。ちょっと見ていい？うん、74キロ？どうしよう。リバウンド？すごいリバウンド。リバウンドかも。いや、もうやばいやろ。何キロ増えてるの？17キロも増えてるじゃん。もう下からなってやばっ。いやー、リバウンドしてたね。リバウンドつかもう、こう来て、こうや。置き換えダイエット、しがいのあるボディだよ。マジわがままボディなんだけど。これでだってさ、1週間後痩せてたらさ、バカ売れだもんこれ。じゃあ開けます。はーい。パカ。こんにちは。1本を 300ml のお湯や水に溶かすだけ。ホットでもアイスでも。お湯や水の代わりにミルクかコーヒーでも一層美味しくいただけますって書いてるね。最初の一杯目を作ってみたいと思います。入れます。そう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 。混ぜます混ぜます。あ、めっちゃいい匂いする。うそ。はちみつの匂いがするぞ。はちみつの匂いしない？え、いい匂いすんの？あ、ほんとや。甘い。甘いね。めっちゃ甘そうな匂いするけど。じゃあ早速いただきます。はい。
めちゃくちゃ甘いぞ。甘い、めちゃくちゃ甘い。ちょっともっと水あってもいいぐらい濃い。ちょ、一口ちょうだい。めちゃくちゃ甘いよ。あ、甘っ。甘いよね。何やろこれ、飴溶かしたみたいな。うん、あ、そうそう、なんかそう、べっこ飴、べっこ飴の味がする。えぇ、ほんと蜂蜜入れすぎた紅茶って感じ。もうちょっと水多くてもいいね、これ、うん、濃いね。低カロリー、糖類ゼロ。ん？0度から100度の水にさっと溶ける 100% 植物由来の甘味料、人工甘味料不使用。あ、人工甘味料不使用なんだ、うん、それでこんな甘くて。めちゃくちゃ甘いよ。7キロカロリーしかないの。あ、これ甘いの飲みたい人はダイエットしてて、うん、これいいよ。めちゃくちゃいいかも。だってめちゃくちゃ甘いもん、うん、はい、ごちそうさまでした。1日目の夜ご飯終了。ぐっすり寝れそうだ。あんたが。じゃあ今日からやっていきます。はい、頑張ってお母さん。あんたのお母さんじゃない。2日目の夜になりました。今仕事から帰ってきて、今日も早速これを作って飲んでいきたいと思います。昨日はそのまま寝たんですけど、そこまで辛くはなかったですね。入れて、粒子が細かいから煙みたいな。冷たい水でもしっかり溶けます。うん、いい匂いする。しっかり溶かします。では溶けたのでいただきます。うん、美味しい。喉乾いてたし美味しいです。あー、冷たいと美味しい。ごちそうさまでした。また明日、3日目です。およ、あら、いたおいで、いいよ、ごめんって受ける。ひかりちゃんが来ました。よし、今日もこれを飲んでいきます。じゃあ、そう、すごい、粉がめっちゃ細かいからね、すぐ溶ける。に炭酸を注ぎます。いい匂いする。泡がすごい、いい匂いするよね。紅茶の、蜂蜜と紅茶のめっちゃいい匂いする。粉がめちゃくちゃ細かいからさ、匂いがめっちゃする、ね、わお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 、ビールみたいになった。マイチェマイチェマイチェ、おいしくなる。わさりまっ、いただきます。うん、うまっ。なんかチューハイみたい。飲んでみる。あ、いいね。いい？甘いよね。ちょっとスパイスが美味しい。うんうん、蜂蜜のね、いい感じ。ごちそうさまでした。4日目です。雨が結構降ってて、今仕事から帰ってきたんですけど、ちょっと体が冷えたなと思ったので今日はホットにしてみました。熱々、湯気が。初のホット、いい香り。もうお湯だと一瞬で溶けて、混ぜなくてもサラサラと溶けていきました。いただきます。あ、美味しい。あったまる、しみるぜ。あったかい、あったかいとより甘く感じるかも。
うまい。雨がひどすぎて一緒ぬるいになってしまった。パパの部屋よ、パパの部屋よ。来た。カイン、ごちそうさまでした。また明日。また明日。はい、今日が5日目です。イエーイ。疲れた、もう疲れすぎてお腹空きすぎて、今日は炭酸割りにしました。乾杯。乾杯。いただきます。乾杯。うまっ。美味しい。今日も疲れたな。今日は昨日と変わって暑かったね。でもちょっと舐めて美味しいからいいや。美味しかった。ごちそうさまでした。まだあるよ。氷だよ、氷。ごちそうさまでした。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、6日目でございます。暑い。暑かった。今日もお腹すいた。疲れた。いただきます。染みる。おいしい。冷たい。あー、うまっ。うまっ。暑すぎやろ今日。うん、もう明日で終わりじゃん、機械。ごちそうさまでした。また明日。はい、はちみつ紅茶1週間控え最終日7日目です。早速いただきます。紙風船やってる。いただきます。うまっ。あ、行かないんだけど。違う、加えたらダメ。ちょっとだけ。いけた。はい、どうぞ。じゃあ飲むね。はい、飲んでみます。今日は炭酸じゃないよ、普通の。どう？おいしい。おいしい。甘いね。うまっ。1週間はちみつ紅茶を夜ご飯に飲んだんだけど、痩せたかなって。あ、ちょっと痩せた。本当ですか？ごちそうさまでした。で、明日は計測だ。痩せたかどうか。また明日。はい。はい。生活終了しました。イエーイ。痩せた。いや、わかんない。今から早速測っていきたいと思います。それでは体重計乗っていただきましょう。お願いします。おお、71.9キロ。あ、めちゃくちゃ痩せてんじゃん。2.1キロ。あ、2.1キロか。結果は71.9キロ。マイナス2.1キロ。効いたじゃん。効いた。いや、それが全然辛くなかったからめっちゃ楽だった。美味しいって言ってたもんね。うん、美味しい。炭酸で割っても美味しいし、あったかくても美味しいし、
牛乳で割っても美味しいし、コーヒーに入れても美味しい。あ、コーヒーに入れても美味しかった。いいね。1週間で2キロ痩せた。1週間で2キロ、2週間で4キロ、3週間で6キロなくなっちゃうまあね、ダイエットに限らず味も美味しいし、あのカロリーが少ないからいつでも飲めておすすめです。すごい。サンマドラさんのゼロ糖類蜂蜜紅茶です。気になる方は概要欄からクーポンコードもありますのでチェックしてみてください。蜂蜜紅茶いっぱい買ってね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。忍者忍者ドローン。71.9 キロ。